全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。この動画では全国障害年金パートナーズの受給代行事例とお客様の声を紹介します。今回紹介するのは長野県の OK さんという50代の男性です。病名はうつ病で、自己重症請求を行いました。結果は2級が認められ、年金額は約140万円。次回の更新までに受け取れる総額は約375万円となりました。続いて具体的な事例を紹介します。仕事の営業ノルマがきつく、残業も多かった OK さん。次第に不眠、イライラ、意欲減退、不安といった症状が現れるようになりました。病院で診察を受けると、うつ病と診断されます。なんとか仕事を続けようとしますが、病気の症状により思うように動けず、休職を繰り返していました。初診から10年以上経ってもうつ病は治らず、現在4回目の休職を取って自宅療養中です。 OK さんの日常生活状況は次の通りです。食事は1日2食程度で、朝は食べられない。入浴は2日に1回、着替えも同様。買い物は体調が良い時しかできず、周りに人が多いと買い物できない。薬の飲み忘れや飲みすぎも多い。集団行動は困難で、家族以外の人と話をしない生活となっている。判断を必要とする行為は一人では行えない。私たちでサポートを行うことになり、2級と3級の間くらいの状態でしたが、無事に2級が認められました。今回2級が認められたポイントは、主治医に OK さんの状況を正しく伝える資料を作れたこと。病歴、就労状況等申し立て書で、OK さんの現状をきちんと伝えたことにあると思います。最後に、OK さんの声を紹介します。障害年金を受給してしまったら、再就職できなくなってしまうのではないかと心配していました。インターネットで全国障害年金パートナーズを見つけ、障害年金のサポートを知りました。すぐには依頼せず、2、3日考えてから依頼しました。無料相談では、障害年金を受給できる可能性は半々と言われていましたが、ダメ元で依頼してみることにしました。思ったよりスムーズに手続きが進みました。無理して働く必要はないと考えたら、自分に対して素直になりました。自分が何に対して一番困っているかを伝えれば、助けてくれる人が現れると感じました。OK さん、ありがとうございます。この動画を見て、自分も障害年金を受けたいと思った方は、ぜひ全国障害年金パートナーズに依頼してください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。